アイテム番号 SCP-219JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-219JP は GPS により常にその位置を監視してください。オブジェクトの周囲 20km 範囲内はいかなる艦艇も接近させてはいけません。万が一 SCP-219JP が一般人に目撃された場合は A クラス記憶処置が許可されます。定期的に財団所有の潜水艦によってオブジェクトの温度測定を行ってください。異常な兆候が見られた場合は即座にプロトコル 219-149 に従い行動してください。説明。SCP-219JP は全長約130メートル。全幅約12メートル。推定重量は2500トンに及び、主に海中を単独で行動します。外見上は近代的設計の潜水艦用の構造体を持ち、特に、旧、弾道ミサイル原子力潜水艦に形状が類似しており、関連について研究が進められております。その他に外見には目立った特徴はなく周囲には小魚などを多数引き連れています。平均時速 10km ほどで太平洋上、島周辺海域を半径数百 km にわたって回遊しており、調査開始より現在まで単独で行動を続けています。赤外線による探査の結果、内部に非常に高温な構造体が確認されており、調査によりこれが稼働状態にある原子力炉に相当する可能性が示唆されております。現在のところ、周囲に放射線の漏洩は確認されていません。SCP-219JP は当初、日本の自衛隊によって未確認の所属不明潜水艦として捕捉されました。自衛隊の調査により一切の応答がない。内燃機関による駆動音が見られない。通常の潜水艦ではありえない異常な運動などが確認され、以後の調査は財団によって引き継がれました。調査記録 219JP、K210-SCP-219JP への数ヶ月間の調査の結果、攻撃的兆候は見られず、大きな危険性はないと判断され、財団保有の大型潜水艦により接近し、ダイバーを使用した調査が行われました。調査は成功し、組織の採取、GPS 装置の設置などが実施されました。特筆すべき点として、調査の間、SCP-219JP は調査用潜水艦と並走するように航行し、まるで仲間だと思っているようだった、との証言を得ています。調査終了後、離脱のため調査潜水艦が速度を上げたため SCP-219JP は追証できず、数時間にわたり調査艦を探すような行動を行った後、元の海域に戻りました。採取された組織の調査の結果、対象の外皮は生物由来のもので、DNA 鑑定の結果サメ類に類縁の特徴を持つことが確認されました。対象は一般的なサメ類と同じ筋肉運動による遊泳を行っており、内部に見られる高温部位がどのような意味を持っているのかは不明です。また、生物の口に相当する部分は見られず、捕食行為なども確認されていないことから蒸気の高温機関によってエネルギーを摂取しているのではないかと推測されています。SCP-219JP の詳しい生態、発生時期、生態系に与える影響などは現在調査中です。調査記録 219JP、K213-SCP-219JP が通常の回遊範囲から大きく外れ、南東方面に移動したため、急遽調査部隊が派遣されました。SCP-219JP は、海溝の水深約2500メートルまで潜航したため水圧により GPS が破壊されました。その1週間後、周辺の海域に再び姿を現し、元の海域まで戻りました。この行動の理由は不明です。調査部隊は SCP-219JP に再び GPS 装置を設置と体組織の回収を行い撤収。その後の調査により前回発見されたものと同一の個体であることを確認しました。
財団は現在も別個体の存在可能性を考慮し、周辺海域の監視を続けております。調査記録 219JP、K215、空からの SCP-219JP の調査中、対象が水面付近まで浮上して停止、観測中にオブジェクト背面部に複数の穴が確認されました。調査中のヘリチームは即座に緊急状態を発信。乗組員の起点により最大出力でアクティブソナーを照射したところ再び動き出し、潜航を行いました。発生した穴の詳細は不明ですが、SCP-219JP の形状がミサイル潜水艦に類似していることから、何らかの攻撃的活動の可能性が懸念されています。調査記録 219JP。K219 潜水艦による SCP-219JP の調査中、調査潜水艦に対して数回にわたって接触、調査の継続は危険と判断されたため、海域から離脱行動を取ろうとした際、SCP-219JP より魚雷状の物質が射出され、調査艦伸びてイブに命中しました。これによる被害はありません。射出された物体を採取し調査したところ主な構成物質はタンパク質で、内部には精液と見られる物質が大量に発見されました。担当研究員による協議の結果、採取された精液は少量のサンプルを残し全て破棄されることが決定されました。